こっから見るのがいいんですかね。あ、こマジで。デシアン第10話イエーイ、デシアンの第10話はこのね、中央テレビのね山川センターから阿波の途中、阿波市の途中まで行きたいと思います。ちょっと今日は地図に沿って行きたいなと思います。なのでこっちから、こっちから行きましょうかね。合ってるかな。うわー、こっちか、こっちですかね。あ、でもやっぱ渡ってから行きます。あ、でもこっち、こっちから行きそれはですね、ちょっと途中をそもそも私はよく分かってないんですけどね。なんかあの Google マップでね、いろいろなんかいいとこないかなって見てたときに、なんか阿波の途中っていうのがあってねここを行ってみたら面白いんじゃないかなっていう、まあデシアンの思いつきですあ、そう、今回ね、あの歩数とかね、距離をねちょっと測れるね、このね、このアップルウォッチみたいなウォッチをねいただきましてね、阿波の途中までね、どれぐらい、まあ、歩いたかっていうのが時間とかわかるんです。多分これをね、まっすぐ行ったら多分ね、阿波市に行きますよ。今は雀大橋を横断中です。この雀大橋の奥に見えます山々はこの山々は何山でしょうかあ、阿波市の寒いやばいな。吉野川はすごいすごい綺麗です吉野川市から阿波市まで行くのは絶対橋通らなきゃいけないですもんねうわー、そういえばすごい綺麗なんですよ、ほらすごい綺麗エメラルドグリーンがすごくないですか。よし、いい景色が撮れたんで、もう早送りで行きたいなと思います。いや、橋渡り終えまして、デシアン爽快なんかすごい。あ、というわけでね、阿波市にたどり着きましたのでね、ちょっとここから地図を見て行きたいなと思います。こっちから行って行きましょうかね。あ、そう、あのね、高校に通うときに自転車で白鷺大橋をね走ってたのでね、多分その時はね、きっと風が強い日もあって頑張って行ってたんだと思います
なんかね、私あの2個上にね兄貴がいまして、兄貴は違う高校に行ってたんですよ。家からね、私の方が遠いところに行って、で兄ちゃんはちょっと近いところに行ったんですけどね、こう雨降りの時とかね、風強い日とかにね、私を送ってくれたらいいんですけどね、なぜか親はね兄ちゃんの方を送っていってねあ、なんかありますね、キャベツ、春キャベツとか春キャベツですかね。そうそうそう、さっき言ってた話なんですけどね、私はいつもそんなずぶ濡れもうですやん、激おこですよもうまあでもまあそのおかげでね、まあ雨の日も風の日もね、あの元気に過ごせておりますああ寒いね、寒いな。なんかこういうとこ歩いてほしいとか あればねあの歩きますので、ぜひ募集してます。あ、ここに、ここもなんか農作物やってますね。これは何を作るんでしょうね。こっちも寒いな。お、ここはちょっと苗が出てますね。なんだろう、大根とかなのかな勝手に言ってますけども前年度もそうでしたけど、農作物が盛んですね。あ、そうそうそう、実はね髪を切ったんですよほら髪切りました。めっちゃ10センチわからん、10センチってどれくらいでしょうね でもね、なんか10センチとか15センチぐらいで、ね、髪を切りましたで、結構思いっきり切ったんですけど、なんかあのいつもくくってるんですよね、よく。だからなんかあんまり切ったって気づかれなくて、え、ですやん、髪切ったみたいななんでなんでそんなになんか疑問系っていう感じでした。本人的にはすごい変わりましたあ、ここも農作物が、何を作っているんでしょうね。ですやんは今究極の選択を、こっちの道とね、こっちの道、果たしてどっちが、どっちも正しいのかな。こっちの道に、デスヤン的2月のね話題としてはね、そのまあ髪を切ったことも1個なんですけどね、もう1個ね、あの誕生日がありました。あの前、あの2月のね8日、通称ニヤニヤの日が私の誕生日なんですけど誕生日を迎えました。今からでもねプレゼントは募集しておりますので何がいいかな何がいいかな。でもあの、デスヤン見て元気になってますとか、デスヤン今日も可愛いねとかそれはナンパかな今日も可愛いねはナンパです誕生日だけじゃなくてもね、あのいつでも募集しておりますので今が2.4 キロ歩いてて、歩数がね3751歩結構歩いてますね。でもこれも3、もし本当に3分の1だとしたら1万2000歩ぐらいとは歩かないとたどり着かないですね成人女性とか1日に何歩歩かないといけないみたいなのあるじゃないですか。で多分確かなんか8000歩とか言いますよね。一応いつも測ってるのは3000とか4000、あ、3000ぐらいかなんですけど、結構そのなんか歩いてない振動とかでも反応してたりするんで、本当に歩いてる歩数で言うと多分1000ぐらいしか行ってない
と思いますね。いつもデシアンの番組が終わったらね、いつもデシアンが筋肉痛になってますいつも歩いてないんでね。って言ってたらね、なんかね、広い道に出てきましたね。もうちょっとね、歩いてたらね、読み方合ってるのかな、伊沢谷川っていうのが出てくる。これが伊沢谷川？でも川じゃないよな、ここ。でもここが伊沢谷川かな、そんな気がする。ここにもともと川が通ってたんですかねそういうことですかちょっと誰か教えてほしいですね。橋を渡り終えましてこっからでももうだいぶ途中近いんじゃないですか、もしかしてああちょっとこっからどう行くかによってね、デシアンの運命が変わっていきますのでね寒い。あ、これは多分ゴルフができるんですよね、きっと多分ね。ゴルフしてる人がもしいたらね、なんかね、混ざりたかったですねでも混ざってしてたらちょっともう途中行けなくなっちゃうかもゴルフ番組になっちゃうかもしれない勝手に入ります。なんか小さい頃ってよくその近所の子供会みたいなのありましたよねで結構私そのなんか子供会でみんなと遊ぶのがね結構好きでしたね。なんかその時にね流行ってた遊びがね、あのチチチゲームっていうのがあってね、あのチチチチチチってこう円の中のその真ん中の子がね言うんですよ。チチチチって言ってる間になんかまあ何かを回していくんですよ。それは何でもよかったと思うんですけど、例えば風船とかをねこう、まあ、円に囲んでる人たちでこうそのを回していってチチ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 ってずっと言っててバーンって言うんですよ。でそのバーンって言ってる時にその、まあ、風船を持ってる人が負け、でその人が次また真ん中に入ってそのチチチチチチって言うっていう遊びがすごい流行ってすごい面白かったですね。中にはもうチバーみたいなすぐバーン言うみたいなのがあって、その遊びは結構好きだったし結構子供会でもなんか盛り上がってましたね他にもね多分いろいろ遊んだりしたんですけどあんまり覚えてないよでもち爆弾ゲームなんて言うんだろう、なんかでも多分知ってる、みんな知ってますよね多分そういう遊びって結構もしかしたらねその地方でその呼び名が違ったりねするとは思うんですけどねえ、なんかまたやったら楽しそうだなで、あ、公園がありますね。あ、なんか可愛い可愛い公園、キノコの公園。岩がどこだか全くでもここ絶対ここしか渡れないからここ渡って、あそこは絶対広いに来たから、ここあもうこんなとこまで来てるんだ、ここまで来てて、でも神社なかった気がする。そう、あ、なんかね鉄棒で思い出したんですけど、あの逆上がりこうするねは前回りがこう、ね、逆上がりがこういう逆上がりがねできなかったんですよ、ずっと。なんかそれがねすごい苦手でした。でもめちゃくちゃ練習しましたね。1回ぐらいできたんかな、
なんかすごい嫌でしたね。なんか逆上がりできるようになって一体何があるんだみたいな今となっては思いますけど、まあでもね、あ、なんかありますよね。ここに神社があるみたいですね。あ、すごいですね。これがね、あの地図に書いてた神社のところですね。ここから多分ね、道がすごい大きな木ですね。ここをまっすぐまっすぐ行ったらね、もうすぐ阿波の途中ですね。よいしょ。ああ、そういうことか。なんかだんだんもう地図を見てるとなんかだんだんもう地図で言えばここだと思ってもだんだんなんか歩いていってるとなんかちょっと見失いそうになります。すごい、あ、この花かわいい、赤い花かわいいですね。あ、みかん、発作ですかね。寒い。まだまっすぐかな。ですやん、道が分からなくて困っております。寒いな。人とかがね、いれば、あ、これここだよみたいな言ってくださりそうな気がするんですけど、あんまり今日は人と会わないので道を教えてくださるなんか神様みたいな人には出会えない出会えないですね。あ、でもちょっと分かった気がするぞ。ね、これが1本あって、これが1本あります。で、多分ここだな。ここを多分まっすぐ行けばきっと道が、うわー寒い。きっと道があるはずだ。寒い。あ、合ってる、あ、合ってますね。あー、こう曲がります。こういう紙の地図で目的地にたどり着くっていうのはね、なかなかね、できないですね。なんかすごい、なんかあのね、小学生とかに戻った気分で今頑張ってます。もう最近はね、便利なものに頼りすぎてるので、初心に戻って頑張りたいと思います。まあでもこっからはね、こう行って、でね、細い道に来たらずっとまっすぐなんですけど、ここここか、でさっきの感じと全然違う。こんな道があったんですけどね、ここはちょっと違うと、まあなんかちょっと分かったら楽しいですね。山と畑とですやんとみたいな。何だっけ、あ、思い出した、私と小鳥と鈴とですね。あ、懐かしいですね。
子供の頃に習いました。あ、なんか大きな道が出てきましたね。あ、寒い。まあこれはね、こっちだと思います。こっからはね、ずっとまっすぐ行ったら着きます。いやー、開放感開放感満載ですね。もうだからね、こう場所がわからないっていうのは結構こうね、たどり着けるのだろうかみたいな不安がねすごいあるのでね、なんかちょっと大変だったんですけど、まあでももうね、もう絶対着くのでね、もう道が変わってなければ絶対着くのでよかった。こっからはじゃあまあね、もう頑張って歩きたいなと思います。歩き的には全然、あ、もうレシアンフルマラソン出れるんじゃないかってぐらいなんか歩ける気がしますちょっと言い過ぎかもしれないですけど、お、なんか阿波の途中コースみたいに阿波の途中コースになってきましたねすごい、これそっかこっからもしかして山登っていくんか。あ、なんか全然意識してなかったけど、そりゃそうですよね、山の上ですもんねさっきまでなんか全然楽勝じゃみたいな言ってたんですけどで多分ね、もうすぐ歩いてたらね、なんか神社のマークがね地図にあったんでね、多分神社がなんかなんか出てくると思います。これはお祈りしていいのかな、お祈りしましょうか。よいしょ。もうちょっとですね、多分2キロぐらいですかね、多分ね。リシアン換算でいうと多分あと2キロぐらいだと思います。あ、こんにちは。今から阿波の途中に。阿波の途中ってこと。はい。ずっと歩いてきたの。ずっと歩いてきました。いい運動だね。そうですね。結構かなり歩きます。こうずーっと行って、高速道ぶつかったらもっと上行って、今度左の方に。あ、そうなんですね。左の方。おお。ぶつかったらずーっと。ああ、なるほど。ぶつかったら左に行って。ありがとうございます。ちょっと行ってきます。ここをもうすぐ行ったらね、高速道路だからもうそれまではね、もうずっと歩き回るっていう。あ、なんか書いてるな。史跡61。あ、漢字が読めない。阿波町教育委員会。これが史跡なのかな、です。もうなんちゅう説明や、もう申し訳ないです、ほんまに。あ、ここにもあります。いやえ、何でしたっけ阿波の途中だ。
速道路見えてきたんじゃないですか、もしかして。まあでもやっとここまでたどり着きましたね。いやなんか一本道になってからも結構長かったですね。これはまっすぐ、ここが志望谷、志望谷大橋っていう橋らしいです。この上が途中なんですかね。すごい大雑把ですけど、高速道路が走っておりますね。途中そよ風広場、すごいですね。岩津橋、岩津の淵、岩津の大東路。阿波の途中、阿波の途中はすごい絵が大きい。ずっとこの横に横に続いてます。どっち、阿波中学校、へえ、阿波中学校の子たちが描いたんですかね。すごい絵がうまいですね。のしんの段、大仙段、のしん、野上なんかな、どうしたの。阿波町役場のバーベナテネラ、平成10年にね、この絵たちは描かれたらしいです。だからまあ24年前に描かれたんですかね。なんか阿波の途中着きましたね。こっから入ったらいいかな。ちょっと着きましたよ。ほら見てください、阿波の途中へようこそ。途中への階段を進んでいきたいなと思います。途中頂上、こっち、もうしんどいですわ。もうしんどいな、頂上までたどり着けるかな。頂上ですよ。結構近かったな。頂上が着きましたよ。やった。いや、怖い。え、怖いな。こっから見るのいいんですかね。マジで、いや、すごい、うわ、すごくないですか。ちょっと私高所恐怖症ではないつもりだったんですけど、やっぱり怖い。怖い。よし、じゃあね、頂上にたどり着いたんで、次正面、途中正面にね行きたいなと思います。でもまあすごい感動しました。よいしょ、結構降りていってますね。綺麗な
こういう橋好きなんですよ。よいしょ。この可愛い橋を取り出して。ここからは登りか。やばいな。着きました。着きましたね。うわあ、すごい、すごいですよ。すごい、すごい。ああ、いいですね。なんかこのあれですね、そのちょうど今ね、まだ日が照ってるんで、こう上の方は茶色で、下はちょっと茶色、両方茶色なんですけど、いやーすごい、あー、これが世界三大ショーです。すごい。いや、なんかもう上から見上げるのと違ってすごい安心感がありますね。途中バックです。これが本当の映えですよ。映えかよく分からんけど。すごいすごいですね。へえ、デスヤン第10話青の途中たどり着きました。イエーイ。1万2000歩で8キロぐらい歩きました。デスヤン史上一番歩いた回です。いやー、徳島にこんなすごいところがあるんだなっていうのをちょっと再発見しました。というわけで、デスヤンはこれからもいろんなすごいところに、行ってみたいと思います。じゃあまた来月も見てください。以上、デスヤンでした。